ラテカセは1970年代後半から1980年代前半まで発売されたラジオ、テレビ、カセットデッキの3機能が一体となったオーディオ機器である。ラテカセの名称はラジオテレビカセットの合成語で日本ビクターが命名した名称である。ラテカセを最初に製造したのは松下電機産業で1972年に初代の商品が発売された。 おおむね、メーカーごとに愛称が制定されており、ソニーでは、ジャッカル、日立製作所では、見聞録の愛称で呼ばれ、販売されていた。また、東京芝浦電機やシャープでは、マイクロカセットレコーダー内蔵機種も存在した。東芝のものは、レコーダー部が取り外し可能である。アウトドア、旅行、行楽などで、どこでも持ち歩けるため、当時は、 社会現象になるほどの大ヒット商品となった。価格は発売当時6万円から15万円と大変高価だった。1981年に日本ビクターからカラーテレビ付きの進化したラテカセが誕生。機種形式 CX-50 でカラカセの愛称で呼ばれていた。ラテカセは1984年までに1000万台の生産数を記録し、1987年に すべての製品が生産終了した。ラテカセが流行した当時は深夜番組の前世紀でもある。若者が枕元でラジオを楽しむ思考にテレビが加わることでラテカセの存在感が大きくなった。なお、ラテカセは AV 入力端子を装備しておらず、ビデオ映像のモニター専用機とする余地さえなかった。地上デジタル放送もチューナーが接続できないので視聴不可である。 そのため、ラテカセは、後々の家庭用ビデオの普及からは取り残され、過去の歴史として、幕を下ろすこととなる。本体形状は、既存のラジカセと同様に持ち運びから、末置きまで立てたまま使用する形状と、使用する時だけ寝かせる形状とに対別できる。奥行きのあるブラウン管を内蔵する事情により、どうしても本体に奥行きを持たせる必要性があるため、 主流となったものは後者で前者の機種は極めて少ない。これら設計上の特徴は発売初期のモノクロから後半のカラーまで共通する機能美であり流行でもあった。前者はラジカセの顔をそのまま残し後者はプライベートルームにおけるマイテレビとして身近な存在感をアピールする販売戦略が取られた。特に当時は 日本製品の小型高性能が注目される風潮もあり、視聴視認性よりも画面の小さなテレビほど人気があった。これには既存のラジカセにテレビを内蔵しても従来のサイズを維持できたこと、そしてラテカセをマスコット的な存在として好んだユーザー側の気持ちと、それをメーカーも把握し商品に反映させた結果である。乾電池の経済性は、 やてかせにとって不利に働いた。また、ブラウン管による消費電力の増大に伴い、管電池の本数も増え、結果的に本体重量も増した。ユーザーもこの点には敏感に反応し、家庭用電源を用いる時間が長くなった。そのため、ラジカセのように気軽に持ち出すことには消極的だった。ありがとうございます。